ジョイカルプレゼンツ、エンジョイカーライフ、エンジョイシネマ。この番組は新車が月々込み込み1万円で買えるジョイカルの提供でお送りします。こんにちは、畑本あゆみです。こんにちは、ジョイカル米子ミニアミ店カーコンビニクラブの脇こと門脇です。こんにちは、ジョイカル米子中央店のまっちゃんです。よろしくお願いします。さあ始まりました、ジョイカルプレゼンツエンジョイカーライフエンジョイシネマということで、はい、はい、始まりました。今週もよろしくお願いします、はい、もう門本さん慣れました？いや慣れませんよ、この感じ。慣れるまでね、やっぱりね、結構かかったっすよね。かかりましたよ、めちゃくちゃ。もうなんか貫禄ありますよね、お二人とも。いやいや、もうまっちゃんは、いやいやいや、僕はまだまだですよ。何も考えてないんで、ね、お二人は同時デビューですか？同時デビューです、はい、同時デビュー、はい、一緒に来て、はい、そうです、一緒に来て。もともと映画がお好きでこういう番組？いや、僕は何も知らされずにこの場所に来たんです、ね、裏話でもないけど、まあそうですね、ラジオをするっていうのは聞いたんですけど、はいはい、じゃあ映画のっていうのは独断聞いたわけじゃないですもん、ね、ああ、はい、後で聞いた感じですか？映画説明するんだっていうような、はい、はい、なんか誰か影の方がいるんですね、決める。そう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 、はい、やっぱりね、見えない力が加わってます、ね、そうですね、あ、そうです、なるほどね、はい、そうですね、はい、いろんな映画紹介されていやもうかなりしましたね。めちゃくちゃしたと思います。だからこの番組に携わるようになったんで、はい、映画を余計見るようになったですね、はい、そんなに見るようの方じゃないんですけど、あ、そうなんですね、やばいみたいな、ラジオ収録あるから一切見ない、ほとんど見なかったんですけど。なんかプレッシャーになってません？大丈夫です？ラジオ収録近くなると見なきゃって、ムービックスかゲオにいます大体ね、あ、まっちゃんムービックスいたよみたいな目撃情報がね、そうそうそう、出ますからね。やっぱり映画館に行ってみる方がいいですかね。まあね、最新作はね、最新作はね、なるべく最新作のお話をしたいなっていうのもありますし、ただやっぱりこういろんな人に聞いて過去の、そうですよね、映画でいいのあるよって聞くと結構それを見たり、まあ前ね、タカラちゃんいたんで、タカラちゃんがこれいいよって言ったやつ気になって見たりとか、はいはいはい、そんなんはお互いがこう話をした中の映画を見たりすることも結構多くて、はい、みんな見るジャンルとか多分様々なんで、そう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 、本当にワッキーさんとかはもうアニメ好き、ね、漫画アニメ好きなんで、漫画とアニメ大好きですよ、ね、もう本当にその辺はこう聞いて、あ、見てみようかな、あ、そうですね、そこで興味持ってこう視野を広げるみたいな、はい、やってましたけど、はい、ね、バレンタインも、あ、バレンタイン、そうですよ、もう終わって過ぎちゃったのかな、収録なんでまだ僕らは来てないですけど、多分まあもう僕は鼻血が止まらないですよね、多分ね、すごいそうですね例年はどうですか？例年は、あ、でも本当に僕ワッキーさんでも結婚してるんで、僕奥さんからもらえるんで、奥さんと、はい、はい、奥さんのお母さんからもらいましたね、去年、本命がもらえるだけでいいですよね、はい、そう、1個でいいんですよね、で1個でいいです、僕はどっちかっていうと今の仕事をする前は作ってる側だったんで、はい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 、作ってる側、はい、パティシエ、ね、パティシエだったんで、まさかの、ちょっとその風貌からは、いや本当そうですよ、ちょっとリスナーの方には伝わらないかもしれませんが、はい、ますけども、ちょっと私が見る感じだと全然もう想像できないんですけど、パティシエでもないしお菓子を買いに来る風貌でもないですよ、いや本当ねそうですよ、怒られるかも、ちょっと無縁の感じがしますけど、めちゃくちゃ甘いもの好きですし、へえ、すごいケーキとか大好きですね、そういう専門学校とか行かれて、通ってました、はい、そうなんですね、国家資格も取ってます、すごい、もう使ってないんでね、じゃあ奥様に作ってあげたりとか、いや、もう一回も作ったことないですね、僕はあんまりこうなんていうんですか、頼まれて作るのが嫌だったって天の弱じゃないですか頼まれたら作らんぞ、いやもう絶対で、一回仕事辞めた後に作ってたら失敗しちゃったんで、もうあんまり作りたくないんですよね、そうなんですね、ちゃんとああいうのでね、はい、ああいう道具も大事なんじゃないですか、いや道具とかそのお店のそのオーブンとか、火加減全然そこのオーブンしか分かんなかったんで、自宅で綺麗にできる人がすごい尊敬できますね、僕できないですもん、
まあそんなもんですよね。なんですごいなと思いながらいろいろとインスタとかああいうので載せてる方見ますけど、 すごいと思います。 そこからどうしてこういった職業になられたんですか？そうですね、車がちょっと好きなのかなって思ったんで、まあ単純に板金がしたいなと思ったんで。あ、板金、はい、まあ、で板金応募行きましたけどそれはダメで、じゃあ別のそのそこの会社でまあ営業してみないかっていうのでそれで18年ぐらい前なのかな。でもなんかパティシエから板金やって、まあ、ちょっと似とるじゃないですか。まあパテ作りますからね、うん、塗る感じでね、クリーム塗るみたいな、なんかしてみたかったんですけどね。一回もやったことないですね。だから板金自体やりたかったんですけど。まあね、夢と現実は違いますからね。今はすごい楽しんでいいです。はい。そんな感じでね。そんな感じで。はい。あら、今週はまっちゃんが映画を。あ、まあ、あのネタを仕入れてきたんで、はいはい、じゃ あ, あの今週あの僕のおすすめ映画を、はいはい、紹介したいと思います。まだ多分ね、まあまあ、微妙かな、もうやってないかな分かんないですけど、はい、映画煙突町のプペルっていう、はいはいはい、結構あの話題にはなってたの。まずあのキングコングの西野さんが絵本で、はい、作られて、はい、その後にまあ映画化されたんですけど、はい、僕絵本は全く知らなくて、うん、で元々キングコングの西野さんは結構あの YouTube で好きで結構見てたんですよ、はいはいはい、で大学のスピーチとかしてるの見てて、あ、この人お笑い芸人だったけど頭良くてすごい切れるなって思いながら、で全くそういうこう作家西野っていう顔は知らずに、ただまあ煙突町のプペルが公開されてて、はい、気になったんで見に行ってきたんですけど、あの率直な感想で言うと、はい、子供も大人も楽しめますし、はい、あの正直結構感動するシーンがいくつかありあったんですよね。で、まあ、あのストーリーでいくと、あのすごく煙突がたくさんあって煙をもく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 焚いてる街があるんですけど、はい、その煙のせいで空がもう真っ黒で、もう青空も見えないし星空も見えないんですよ、はいはい、で、そこの国の中で海に出ると海に魔物が住んでいて海に出てはいけないと、はい、で結局そのストーリーが進んでいくと分かるんですけど、国のまあ王様みたいなのが、いろんなこう他の世界を知られたら困るから、はい、もちろんその煙をわざと焚いて、うん、あの上をあの煙だらけにして、見えなくしたっていうのもあるし、あとは海に出て結局違う世界に行っちゃうと違う世界を知ってしまうので、はい、それを知れないようにその、海に出ると魔物が住んでて殺されるというふうに、まあ、脅しをして、はい、であとは異端審問会というその異端児がいると、はいはい、それをもう厳しく取り締まって本当に殺したりするんですよ。っていうのがそうやって、もしかしたらこの世界って閉じ込められてて違う世界があるんじゃないかとか、うんうん、そういう特殊な考えというか、自分たちの考えをに気づく人間がいたら取り締まって、行く人がいて、はい、でそれでゴミ人間あのプペルっていうのと主人公が出会ってですね、はい、自分のお父さんが星空はあると、はい、空を見上げたら青空があって、うん、星があると、うんうん、ただその町だと煙突がそこから出る煙で見えないけども、見えないからといって下を向くんじゃなくて、いつか見えると思って上を見上げろと、ずっと見上げているんだっていうので、それをまあ主人公は信じてですね、最終的にはその無煙火薬っていう爆弾を使って、はい、町の雲をですね爆破して、爆風で雲を一気に吹き飛ばして、その星がある星があるって言ってることでね、その子供もすごくこう、あいつ変なやつだなみたいな感じでいじめられてたんですけど、その町中の人にその、まあ、夢と希望を与える、あとはもう信じ抜く気持ちをこう伝えるストーリーだったので、なんでまあ今の、ね、この世の中でも言えるのかなと、ね、なかなか難しいね仕組みの中で、言いたいことも言えないとか、実はこうだと思ってるんだけどな、こう言ったら難しいことになるかなとかっていうのを、やっぱりこう、うん、子供にも大人にもそういうメッセージが伝えるようなストーリーになったのかなっていう、すごく感動しましたね。そうですね、見
ちゃくちゃ見てみたいなと思ってたんで、はいはい、また映像美がすごくないですか。そうですね、めちゃくちゃ綺麗でした、うん、へえ、めっちゃ綺麗なアニメだけどすごく綺麗です。へえ、か街並みはね、あの台湾の九份ってあの、はいはい、千と千の神隠しみたいな街並みだったんですけど、はいはい、めちゃくちゃ綺麗でした映像は。見てみたいですね。やっぱり大画面でね見たいですよね、はい、なのであのぜひ皆さん煙突町のプペルあの見てみてください。多分 DVD も、ね、出ると思うので、はいはいはい、見ていただけたらなと思います、はいはいはい、ではもうジョイカルの話を。そうですね、ジョイカルキャンペーンまだまだやってますので、はい、ジョイカル参院のキャンペーンなんですけれども、はい、まあ、全国のジョイカルかなのキャンペーンで、あの7大プレゼントがまた復活しております、はい、まずワンセグのナビ、ドライブレコーダー ETC 希望ナンバー、ジョイカル保証の助かった、ボックスティッシュ10箱、商品券3,000円分、はい、これが、新車のリースセブンマックスご購入でついてきます、はいはい、さらに購入資金プレゼントといたしまして、はい、アンケートをお答えいただくだけで1等が5万円、はい、2等が3万円3等が1万円、はい、毎週抽選で当たるキャンペーンも同時にやっております、はい、しかもさらにですさらに LINE の登録をしていただくだけで、1000円分の、電子マネープレゼントとか、はい、ダブルキャンペーンで豪華家電が当たりますよというのやつ。そうですね、はいはい、今しかないんで、うん、ぜひともめちゃくちゃお得、はいはい、来てください。来てください、はい、切実な声が願いが、ね、盛りだくさんなプレゼントで、はい、なかなかないですね、うん、これね、なかなかないですよ、このキャンペーン中しかできないでね、僕らもお願いされてもできないんでね。リースを販売しているところが最近すごく多くなってますけど、こんだけあのいろいろくれたりキャンペーンをやるところってジョイカルぐらいしかないので、ね、7つもあるから覚えられなくないですか。そうなんですよね、パッと言われてもね、はい、なかなかね覚えれないですね。すごくお得です。はい、はい、またあの春になってくるので新卒者とかね、あの新しく車検から車買えるよっていう方も増えてくると思うんですけど、はい、僕今おすすめの車があって、うん、だったかな、最近マイナーチェンジが入ったんですけどタント、はい、今僕は古いタント乗ってますけども、うん、新しいタントをあの奥さんと次はタントにしようかなと思いながら考えてますんでやっぱりスライドドアがあるタイプの車でピラーレスなのでめちゃくちゃおすすめで、はい、燃費もいい車なんで、はい、ぜひとも考えてみてやってください、はいはい、ということで詳しくはジョイカル参院で検索してください。米子中央店米子市川崎 69-1 米子南店米子市恵町258となっております、はいはい、さて今日もありがとうございました、はい、パーソナリティは旗本あゆみと米子南店のワッキーと米子中央店のまっちゃんでした。ありがとうございました。この番組は新車が月々込み込み1万円で買えるジョイカルの提供でお送りしました。こんにちは、旗本あゆみです。皆さんは月々込み込み1万円で新車が購入できるジョイカルをご存知ですか。ジョイカルは新車が月々1万円で買えたり半額でお好きな車に乗れるプランもあります。車を買うなら買い方選べるジョイカルへ。